はい、では今日はゲストカーリーさんです。ここにある植物はカーリーさんが育てている植物たちで、その、植え替えとか、問題点を改善していこうということです。中飲みますか？はい、はい、で、まず、チランジアですね。チランジアたち。ちょっと、水切れしている様子。この辺の、下の方の葉っぱが、乾いて、取れてきてるような感じになります。元気なのは元気なのも多いですけどね。ちょっとカサカサしてる感じのやつが、見受けられますね。外で育ててるんですか、今。そうですね。全部外。どうぞ。直射日光はちょっとガンガンに当たってるんで、当てたらいいです。今の時期はもうガンガン当てましょう。で、ステログラフィカなんかもそうですけど、ここの隙間に水を溜めるぐらいたっぷり水やりして、日がしっかり当たってればそれで大丈夫です。ここに水が溜まってる状態で日がしっかり当たってないと腐っていっちゃう。水をしっかり当てて、光もしっかり当てて、風もしっかり通るところに置いておくのがベストです。で、まあ、全体的にちょっと乾燥気味なので、まずソーキングします。ソーキングっていうのは水につけること、ドボンと。結構しました。そう、先月。あ、先月。月1ぐらいしてるんだったら、もう全然いいと思うんですけどね。うん、でも一遍しておきましょう。はい、よいしょ。で、バケツに水を用意しました。で、そろそろ寒くなるけど、まだ今の時期は秋なので、気温があって成長できるシーズンなので、はい、液肥も入れます。マンダコースアミノアルファ5リットル、5リットルの水に対して5ミリで、1000倍希釈。多分チランジアの場合もうちょっと濃い希釈でもいい気はするんですけどね。まあ、念のため、ちょっと控えめですね。で、これ今コルクとかについてますけど、そのまま行きましょうね。ドボンとドボンとつけていきます。2時間もつけたら多分十分です。こんなですもう雑な感じでぶっ込んでるだけ。本当はね、でっかい、風呂桶とかね、お風呂場に水張ってやれたら一番いいんですけどね。はい、これでとりあえず置いときましょう。2時間ぐらい置いときましょうか。ひとまず。はい。まあ、しないよりはね、やっぱソーキングした方が全然いいですね。ソーキングした後のって本当にみずみずしいですよね。元気な感じしてますよ。どう仕立てましょうか。どういう仕立てにしましょうか。これらをこれってこれについてた。いや、あ、別か別ですか、うん、いい感じ。このソーキングで使った水、液肥が入ってるから、ちょっと今日の水やりで他の植物に水やりで使います。
でもこういうの可愛いっすよね。でもそれって根つくんですか？根はつかないですよ。ね。根は出ない。確かに。育てたかったら。あ、大きくされたかったらそうですね。こう、あとコルクとか流木とかにこう。同じところに固定しておいて根っこが出てくるのを待つ方がいいですけど、別に根っこ出てこない種類のもあるんですよ。うん、キセロなんかは根っこ出やすいですけどね。あと多分イオナンタも根っこは出てくると思います。あとわからない、この辺の子とかはわからないです。これコットンキャンディーですか？うん、コットンキャンディーね、こうってあんまイメージないなぁ。まあでも出てきたら出てきたでね、ラッキー。根っこ出てた跡ありますね。ん？違うか、これ根っこですもんね。うん、このまま置いといたら根っこ出そうな感じはします。置いときますか。キセロとコットンキャンディーをこのまんましますか。さっき言ったとちょっと穴開けて吊るしたいですか。はい、穴開けて吊るしたい。穴開けて吊るすなら穴開けましょうね。念願のやつと。うん、かけれる。結構分厚いですね。うん。S 字フックも結構大きいやつじゃないとかいらないんじゃないかな。あ、あれしますか。多分重くないからこれでもかけれるような感じになると思うんですよ。これは盆栽用の針金の 2.5mm。 結構かけたらいい。あ、すごい、もう潰せますか。もう潰せますね、これで。さっきついてた感じでバッチリですよ。あの針金のかけ方。コツってあるんですか？コツ別にないです。動かなければいいです。葉っぱ。葉っぱ。そうそう、葉っぱと葉っぱの間に普通に合わせたらいいです。どこでも大丈夫。さっきやってた感じでいいですよ。もう勝手に。そう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 。こんなんで。大丈夫大丈夫。全然いいですか？全然いいです、適当にしたんですけど。適当で大丈夫です。いいんじゃないですか。いいんじゃないですか。まあ余った針金はね、あとでカットしたらいい話ですから。じゃあ今ついてるやつはもうそのままいきますか。これどうします。これがこれらどうしようかな。これはこれ違うけどつけたらおかしいな。あ、いいじゃないですか。これってつけれるんですか。つけれます。向きが分からない。向きあんま気にしなくてもいいけど、これなんかどれかにつけたいです。はいはい。これらはここで、はい、育てます。これかわいいですね。うん、この人気に入ってるんですけど、本来まあこの向きにつけるのがいいんでしょうけど、こうついてても全然大丈夫です。横向きでも大丈夫。これこの向きお願いしていいですか。つけるどうしたらいいんだろう。どうしたらいいんだろう。いやでもこんなのあれですよ、いい加減なもんですよ。あ、固定できたらそれでいいっていう考えですから。うちなんか固定もしてないですからね。その手があるのか。はい、はい、適当に針金が動かなくなるぐらいの感じで、うん、かわいい。いいですね。
な、1種類。こんな雑でいいんや、知らんかった。雑でいいっすよ。こっちもちょっとピンクがかってますね。あ、うん、花が来るのかな。もしかして、もしかしたらカミングスーンかな。かもしれない。うん、1回しか咲かないんでしょう。そうです。チランジアは1回しか咲かないのが多い。種類によりますね。あ、そうなんですね。土に植えたりもするんですか。水苔に植えたりしますね。あ、水苔に。そう、あ、でも前水苔に植えてたチランジア、あの、腐っちゃいましたね。あ、そうなんですか。うん、水はけが。関係、うん、なんだろう、風通しがやっぱ悪くなる、根っこの方が。つけて水苔に入ってた感じ。よくあの、チランジアグルーガンとかでつけてたりするじゃないですか。うんうん、あれ多分大丈夫なんですか。あれ多分よくないと思うんですけど ね。あれ見るとちょっと嫌だなって感じがします。虐待臭しますね。ねえ、グルーガンは無理ちゃうかな。もし、ね、元くんならいいんですけど、こう吊るした場合にこの子らがちょっと日陰になるかもしれないですね、キセロから。そうですね。できればこう置いて、うん、あの日に当たりが良くって風通しが良くって、でここの隙間に水溜めるぐらい、水たっぷりやっといて、うん、育てるのが一番いいと思います。はい。ぐらぐらになったら、多分最初つけた時はあの下の方の葉っぱもちゃんとしてたけれども、水切れでこの下の方の葉っぱがちょっと落ちようとしているので、うん、それでぐらぐらになったんだと思うんですよ。この人たちも立てて生きていきますかね。生きてましょう。そのままで直射日光も OK。 直射日光 OK です。基本的に OK です。お、そうか。特に今からの時期はもう真夏の直射日光はちょっとやばいかもしれないですけどね。小さすぎるんかな、これが。コルクは、いや別に小さチェックからどうってことはないんですけど、小株折ります。うわ知らんかった。すごい、めっちゃ嬉しい。小株がいました、ここに。やばい。じゃあこれ圧迫しないようにしないといけないですね。あ、これ大きいのに変えた方がいいですか。そうしますか。そうします。どう思います。育つ可能性ありでしょ。ある。夢のあるある。クランプ、クランプなるかもしれないですね。なるかもしれないですね。わー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 、マジか。わー、すごい。嬉しい。じゃあこっちがなんか正面に見えるような感じにしていたらいいかな。やばい、嬉しいですね。これはこの子に1個のコルクですか。特等席ですね。やばい、ちょっと大きくなる。ほんまや、よくわかりましたね。下の方の葉っぱが取れるなと思ってたら、でも花も咲いてないのに、この人は花子なんちゃいます。え、僕は花諦めたのかもしれない。チランジアは結構花諦めることありますよ。あ、そうなんですか。途中で、花を咲かそうと思ってる途中でもうやめたっていう時あります。この人は飼った時はもう普通に綺麗に緑やったんですよ。あ、そうですか。はい、もう真緑で、これはちょっとまだ花咲くのに時間がかかるであろうっていう生態を選んできた。はいはいはい。それから株がしっかりしてる。うん。で、買ってきてから赤くなってきたんですね。そうなんですよ。花も咲かずにって感じですね。あ、花はもう諦めてる可能性があります。嬉しい。いいんじゃいますか。はあ、将来、はい、店の看板にします。可愛いクランプになるといいですね。うわ。